が始まりました。日本シリーズ、キャラクターここにいればキャラクターシリーズであります。ブレイボール、最新版ブレイボールが来ました。さあ、赤間。バッター、日産。田辺に対して第9投げた。いきなりデッドボール、あーと田辺が、バットをこっちに突き出して赤間に向かっていきます。赤間も、負けずグローブをパンと叩いて、乱闘ですかね。あー、一緒にコーチも出てきました。監督も出てきた。あーっと、これは危ない危険です。あー、田辺を止めています。田辺怒りますよ。しかも一球にね。これ田辺もね、先月、怪我してますからね、左膝を。その左膝の付近ですから。つぶれヘッドコーチと、サラマンダーヘアが揉めてますね。つぶれヘッドコーチとですね、渋谷が揉めてます。渋谷のキングですね。渋谷のキングです。金髪に染めた兄ちゃんのように見えますけども、非常にですね、みんな何か起きた時に止める、この芝のキングなんですか、つぶれヘッドコーチがかなり好調してます。当てた赤間本人は呆然と立ち尽くしてます。あ、今なだめられてますね、仲間にね。これはいけませんね。一球目で、しかも日本シリーズ一球目で、デッドボールいけませんね。T シャツもビリビリですね。トレーナーと、コーチが間に入ってますけど、なかなか、これ違う選手が動いてますね。そうですね。ブライアンショットも来ました。赤間はただ呆然立ち尽くすだけ。田辺がちょっと、帽子を脱いで、膝を押さえて痛がってます。カエルコールも起こってますね。早く収束つかないばつけばいいんですけどね。日本シリーズなんで、これは。一応キャラクターシリーズなんで。今のプレイ見てみましょう、一回。これは当ててます。当てに行ってますかね。当てに。いやー、しかし、一球目で当てに行くっていうのは、ちょっとね。先週、親善試合がありましたけども、親善試合というか、天皇杯みたいなのがありました。その時もレゴトニスさんが当たってまして、危険なスライディングを二塁のところにしたんですよね、レゴが。そのフォークという見方もありますかね。なんでしょうね、俺は。怒ってますね。つぶれヘッドコーチがすごい怒ってます。日産。どうしてもこれ一番は痛手ですね。当てられたら。もし一番が欠損したらですね、誰を出すかって一番ほんと困りますね。足も速い選手は日産はちょっと少ないですから、コンダを出すか、それともストーを出すかですね。しかもストーはですね、ちょっと体調が悪いみたいに。